はい、サネアツさん、こんにちは。今私は武者小路サネアツ記念公園にやってまいりました。ね、この綺麗な植物園的なね、こちらでいろんな構想を練っていらっしゃったんでしょうね。そしてここはですね、都内では珍しくね、光もがあるんです。5月から10月頃までということで、今いいシーズンらしいんでね、ちょっと覗いてみたいと思います。木道を通るとですね、あるんですね。いいですか？行きますよ。はい。これね、自分で光ってるわけじゃないんですね。これ太陽の光を反射してこのような形で、光ってるように見えます。光もと言います。天然記念物なんですよ。東京都の中で本当ね、限られたところしかないので、ここ本当に貴重だと思います。ということで、サネアツ記念館からお伝えしました。そしてもう一つ、サネアツ記念公園の名物、ここに湧き水なんですよ。泳いでいるのがなんとニジマスです。ちょっとね、この子病気ありですね。涼しいですね。あそこからですね、この上のね、崖からにじみ出た水が集まって、そこに入っているようです。でそこから入ってきた水が、排水されて、下の鯉の池に流れるというふうな、寸法になっています。